の学生さんとても思い入れを持ってディスプレイに取り掛かっていました。でアドバイザーとして当社の社員もそれぞれサポートをしたんですけれども、皆さんご覧になっていただくと分かりやすいと思うんですけれども、それぞれの世界観を持って素敵なディスプレイに仕上がったと思います。まずは私たちが通常展開しているディスプレイとは違って、かなり学生さん の手作りの装飾物で飾られております。もちろん商品もきちんとテーマに合ったものを事前に下見をしてセレクトされていますので、とても可愛らしく春らしく仕上がっております。終了制作過程を兼ねたディスプレイコンテストを開催したいということ で学生さんは通常学校で授業をされていると思うんですけれども、実際にこういった店舗 の一角を使って実際のディスプレイを商品を使ってするということで、とても学生さんにとっても勉強になるし、当社としてもとても新鮮な印象を打ち出せるのではないかなということで協力いたしました。お客様の生の声が聞けるといいなと思いまして、今回はお客様の投票型のディスプレイコンテストとして開催しておりますので、ぜひ皆さんご覧になって投票していただければありがたいです。はい、感想も忘れずに書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、見てては、ああ変わった感じだと思っては見てきたの。ちなみに何番に入れたか、4番です。はい、どういうところが良かったですか。あんまり派手でなくて、それでなんていうか爽やかで、やっぱりこういうあれもいいよね、企画もね、なかなか素晴らしい。若いっていいなと思う。